第49回スーパーボールは2015年2月1日にアメリカ合衆国アリゾナ州グレンデールのユニバーシティオブフェニックススタジアムで開催されたアメリカンフットボールの試合2014年シーズンの NFL 優勝をかけて a f c 王者ニューイングランドペイトリオッツと n f c 王者シアトルシーホークスが対戦したその結果28から24で ベイトリオッツが10年ぶり4回目の優勝を果たした。MVP には、ベイトリオッツの QB トム・ブレーディが選ばれた。2005年10月の投票で、ラマーハントの功績を称え、ミズーリ州カンザスシティで開催されることが一旦は決定していた。しかし、スタジアム改修の財源が確保できず、地元の理解も得られなかったことから、第49回スーパーボウル開催地の決定が取り消された。 その後、再び投票による開催地の選定がされ、アリゾナの他にフロリダ州のタンパとマイアミも開催の意思を示した。2011年4月、NFL のスポークスマンはアリゾナとタンパが最終候補になったことを発表した。同年10月にヒューストンで行われたオーナー会議でタンパを破り、アリゾナ州グレンデールでの開催が決定した。アリゾナ州で スーパーボールが開催されるのは第30回スーパーボール、第42回スーパーボールに続いて3度目、同スタジアムでスーパーボールが開催されるのはイーライ・マニング、マイケル・ストレーハン、トム・ブレーディ、ランディモスといった選手が出場した第42回大会以来7年ぶり2度目となる。は、勝利したチーム NFC 代表シアトル・シーホークスは、 NFC 第1シードから2年連続3度目の出場。AFC 代表ニューイングランドペトリオッツは、AFC 第1シードから3年ぶり8度目の出場である。勝利すれば、シーホークスは2年連続2度目、ペトリオッツは10年ぶり4度目のスーパーボウル制覇となる。スーパーボウルでの両チームの対戦は初めてである。QB ウィルソン RB リンチ前年の スーパーボールチャンピオンである CE ホークスもスロースタートであった。開幕から6試合で3勝3敗であったチームは残り10試合で9勝し NFC トップの12勝4敗でシーズンを終えた。プレーオフではカロライナパンサーズを31から17、グリーンウェイパッカーズを28から22で破り2年連続のスーパーボール出場を決めた。 QB ラッセル・ウィルソンは、パス成功率 63L%3475 ヤード 20TD7INT の成績を上げるとともに、ランでも849ヤードを走り 6TD を上げた。WR ダグボールドウィンが66回のレシーブで825ヤード 3TD。 ジャーメイン・カースが38回のレシーブで537ヤード、テルーク・ウィルソンが22回のレシーブで362ヤードを獲得した。RB ・マーション・オーン・リンチは NFL4 位の1306ヤードを走り 13TD、37回のレシーブで364ヤード、4TD を上げて4度目のプロボールに選ばれた。RB ・ロバート・タービンは310ヤードを走ると、 共に16レシーブを挙げた。スペシャルチームでは、スティーブン・ハウシュカが FG を37本中31本成功、NFL4 位の134点を挙げた。ディフェンスは、NFL1 位となった。マイケル・ベネットが、チームトップの7サック、ブルース・アービンが6.5サック、2インターセプト、2TD を挙げた。LBKJ ライトは107タックル、3ファンブルフォース、 ボビー・ワグナーは104タックルを上げて、プロボールに選ばれた。リー・ジョン・オブ・ブームと呼ばれたチームで最も強力なユニット、セカンダリーでは、先発4人のうち、リチャード・シャーマン、アール・トーマス、カム・チャンセラーの3人が、プロボールに選ばれた。シャーマンは4インターセプト、トーマスは97タックル、4ファンブル・フォース、チャンセラーは78タックル、6パスディフェンスの成績を残した。 QB ブレーディ WR エデルマン第4週のカンザスシティチーフス戦で14から41で、敗れるなど2勝2敗でスタートした。第5週のシンシナティベンガルズ戦で43から17と圧勝すると、その後7連勝を果たし、残り試合では先発選手の多くを休ませた、最終週のバッファロービルズ戦を含んで2敗しかせず、AFC トップの12勝を4敗でシーズンを終えた。 得点は NFL4 位の468得点、失点は NFL8 位の313点であった。プレーオフではボルチモア・レイブンズを35から31、インディアナポリス・コルツを45から7で破り、3年ぶりのスーパーボール出場を決めた。9ビートム・ブレーディは4109ヤード、33td、8int で9回目のプロボールに選ばれた。 テロブ、グロンコースキーは、82回のレシーブで1124ヤードを獲得、12td を上げて、カムバック賞に選ばれた。W.R. ブランドン・ラフェルは74回のレシーブで954ヤード、7td、ジュリアン・エデルマンは92回のレシーブで974ヤード、4td を上げるとともに、パントリターンでも25回で299ヤード、1td を上げた。 RB ジョナス・グレイがチームのリーディングラッシャーであり412ヤードを走った。スティーバン・リドリーが340ヤード、シェーン・ベディーンが391ヤードを走るとともに52回のレシーブで447ヤードを獲得した。スペシャルチームではケイ・スティーブン・ゴストコースキーが37回中35回の FG を成功、シーズンで156得点を挙げて、 3回目のプロボールに選ばれた。マシュー・スレーターも4度目のプロボールに選ばれた。ディフェンスでは、ディフェンスラインの DT ・ビンス・ウィル・フォークが5回目のプロボールに選ばれた。またデログ・ニンコビッチが8サックを挙げた。LB では、ジェイミー・コリンズはチームトップの116タックルを挙げるとともに、4ファンブル・フォースにインターセプトを挙げた。LB ・ドンタ・ハイタワーも89タックル。 6作を挙げた。セカンダリーでは CB ダレル・リービス、ローガン・ライアン、デビン・マコーティが2インターセプト、ブランドン・ブラウナーが1インターセプトを挙げた。ペイトリオッツはレイブンズ戦で14点差を2度つけられたものの35から31で逆転勝利した。14点差を2度つけられたチームがプレイオフで勝利するのは NFL 初であった。 この試合でペイトリオッツはランで14ヤードしか獲得できず、ブレーディはプレイオフのチームレコードとなる33回のパスを成功、367ヤードを獲得、3td パスを決めるとともに 1td ランを記録している。AFC チャンピオンシップゲームでは前半を17から7でリードしたペイトリオッツは後半最初の4回の攻撃をいずれも td に結びつけた。 ブレーリは226ヤード、3td、1int、r ー,ール・ギャレット・ブラントが148ヤードを走り、3td を上げた。ディフェンスは、シーズン4761ヤード、40td を上げた、アンドリュー・ラックを、パス23回中12回成功、126ヤードに、抑えた。プレーオフ2試合の成績でブレーリは、 ポストシーズンのパス獲得ヤード TD パスの NFL 記録を更新。ビルベリチックヘッドコーチはプレイオフ勝利数の NFL 記録を更新した。シーホークスはパンサーズ戦で前半を14から10と僅差で折り返したものの後半17連続得点を挙げるなどゲームを支配し31から17で勝利した。この試合で チャンセラーは、キャム・ニュートンのパスをインターセプトし、90ヤードのリターン TD を上げた。パッカーズ戦では0から16とリードを許したものの、ジョン・ダイアンからギャリー・ギリアムへのフェイク FG による19ヤードの TD パスで点差を詰めたものの、7から19でリードされた残り約5分、ウィルソンがその日4度目のインターセプトを起死した。直後のパッカーズの攻撃をパントに抑え、 続く攻撃で69ヤードを前進、ウィルソンの1ヤード TD ランで14から19と5点差に迫った。そしてオンサイドキックでクリスマシューズがボールをリカバー、リンチの24ヤードの TD ランで20から19、2ポイントコンバージョンを狙ったプレーでは、ウィルソンがフィールドの右サイド17ヤード地点まで追われたものの、反対サイドにいた当初は、 ブロッカーの役割であったルーク・ウィルソンへのパスを通し、22から19と3点差にした。バッカーズは残り時間で同点 FG を成功させ、試合はオーバータイムに突入したが、コイントスで最初の攻撃権を獲得した CE ホークスは、87ヤードの TD ドライブをカウスへの35ヤードのパスで締めくくり、2年連続のスーパーボール出場を果たした。 ウィルソンが連覇を果たし、新時代の扉を開くか、ブレーディが10年ぶり4度目の優勝を果たすか、ピート・キャロルヘッドコーチが1997年から1999年までペートリオッツのヘッドコーチを務めていた因縁などが話題となった。AFC チャンピオンシップゲームの前半ペートリオッツの攻撃で使われた12個のボールのうち11個で NFL の規定よりも、 空気圧が低かったことが報じられた。NFL はこの問題について調査を開始した。ベリチックコーチは1月24日に意図的にボールの空気圧を変更していないと疑惑を否定、飛行条件によってボールの空気圧が変わる可能性があることを説明した。なおスーパーボールでは1チーム54個のボールが用意され、試合後にチャリティなどに出されることとなっている。 マージョン・リンチは NFC チャンピオンシップゲームで金色のスパイクを履いて出場しようとしたが NFL から警告を受けたため断念スーパーボール当日の練習の際に金色のスパイクを履いて登場したブランドン・ブラウナーは昨季シーホークスに所属していたが第11週より無期限出場停止処分を受けておりスーパーボール出場は叶わなかったが シーズンオフにペイトリオッツと契約し、大舞台への出場の機会を得た。フルスとの対戦は、兄弟や親友が相手のようなものだがもちろん勝ちに行くと表明した。1月27日にフェニックスサンズの本拠地、US a ウェイズセンターでメディアデーが行われ、両チームの全選手、コーチ、オーナーなどがアリーナで2000人以上の報道陣からの取材を受けた。 また一般向けにチケットが販売され、取材の様子を入場者がラジオなどで聞くことができた。アリゾナ州フェニックスのダウンタウンで1月28日から2月1日までスーパーボールセントラルと呼ばれるイベントが行われる。屋外ステージでのライブやグランドキャニオンを体験できるアトラクション、スポンサー企業による体験ブースなどが過去最大規模で実施される。アメリカ連邦航空局は テロ対策のため、ドローンを含む飛行禁止空域を設定する通知を出した。スタジアムに詰めかけたファンの8割ほどは、シーホークスのファンであった。2月1日現地時間午後4時半にキックオフされた試合は2回目の攻撃で、ペートリオッツが13プレー、7分41秒をかけて敵陣10ヤードまでボールを前進させて、選手点のチャンスを迎えたが、 第3ダウン残り6ヤードでトム・ブレーディが投げたパスをジェレミー・レーンがインターセプトして14ヤード地点まで戻した。レーンはこのプレイでジュリアン・エデルマンにタックルされて倒れた際に手首を骨折しフィールドを去り試合の残り時間には復帰できなかった。両チームとも第1球は無得点に終わった。ペイトリオッツは第2級最初のドライブで ダニー・アメンドーラへの17ヤードのパス、第3ダウン残り9ヤードでのエデルマンへの23ヤードのパスで前進し、最後はブランドン・ラフェルへの11ヤードの TD パスで7から0と先制した。シーホークスも第2球残り5分36秒に、第3ダウン残り6ヤードの状況で、ラッセル・ウィルソンがこの日初めてパスを成功させて、ファーストダウンを更新。 クリスマシューズへの44ヤードのパスで敵陣11ヤードまで前進。最後はマーション・オン・リンチが3ヤードを走ってタッチダウン7から7の同点となった。残り2分16秒で攻撃権を得たペイトリオッツはブレーディがパス6回中5回を成功させて残り36秒にロブ・グロンカウスキーへの22ヤードの TD パスで14から7とリードした。ーホークスも 自陣20ヤードからの攻撃で、ロバート・タービニへの19ヤードのパス、ウィルソンのスクランブルで17ヤードを獲得、リカルド・ロケットへの23ヤードのパスを通した、プレーでは、カイル・アリントンが、フェイスマスクの反則で、敵陣11ヤードまで前進した。残り6秒で、ピート・キャロルヘッドコーチは、FG を蹴らずに TD を狙い、残り2秒に、マシューズへの11ヤードの TD パスが、成功。 14から14で前半を終了した。後半、シーホークスは、リンチの15ヤードのラン、マシューズへの45ヤードのパスなどで72ヤードを、前進して、敵陣8ヤード地点までボールを進めた。第3ダウン残り1ヤードで、リンチが走ったが、ファーストダウンを更新できず、スティーブンハシカの27ヤードの FG で、シーホークスは17から14とこの試合で初めて、 リードした。ペイトリオッツの続く攻撃では、ボビー・ワグナーが、フィールド中央付近で、ブレイディのパスをインターセプトした。このプレーで、シーホークスのデクリフ、エーブリルが、脳震盪を起こした以上、試合に復帰はできなかった。ターンオーバーで得た、このチャンスに、シーホークスは6プレーで50ヤード、最後は、ラグボールドウィンへの3ヤードの TD パスで24から14。 とリードを広げた。このプレーで TD5 にボールドウィンが行ったフィールドに置いたボールの上に腰をかがめて用を足す動作を行うタッチダウンセレブレーションに対してアンスポーツマンライクコンダクトの反則がコールされ15ヤードのペナルティとなった。シーホークスが10点リードしたまま第4球を迎えた。これまでのスーパーボールでは第4球に8点差以上をつけられたチームが逆転した。 ことはなかった。ペイトリオッツは、第3ダウン残り14ヤードのピンチに、エデルマンへのパスで21ヤードを獲得するなど、68ヤードを、前進、残り12分10秒にアメンドーラへの4ヤードの、TD パスで24から21と3点差に迫った。シーホークスの続く攻撃は3回で、パントに終わり、ペイトリオッツは残り6分52秒で、 自陣32ヤード地点からの攻撃権を得た。シェーン・ベリーンへの2本のパスで13ヤードを前進、反則でさらにボールを進めた後、グロンカウスキーへの33ヤードのパスで、敵陣19ヤードまで前進した。その後、ベリーンの7ヤードのラン、ラフェルへの7ヤードのパス、ルギャレット・ブラントの2ヤードのパスで3ヤード地点まで、たどり着き。 残り2分2秒にエデルマンへの3ヤードの TD パスが決まり、ベイトリオッツは28から24と逆転した。4分50秒をかけたこのドライブでは10プレイ中8、プレイがパスであった。ベイトリオッツに逆転された CE ホークスは、キックオフがタッチバックとなり、自陣20ヤード地点から攻撃権を獲得。最初のプレイでリンチへの31ヤードのパスが成功。 続く2本のパスは不成功に終わったが、ロケットへの11ヤードのパスでファーストダウンを更新した。次のプレイでウィルソンは右サイドライン際のカースへのロングパスを投げた。カースをマークしていたのは新人 CB のマルコム・バトラーで、両選手はパスに飛びつき、バトラーが片手でボールに触れたものの、方向の変わったパスを倒れ込んだカースの足に当たって跳ね上がったパスを倒れたまま。 ミラクルキャッチし、33ヤードを前進。シーホークスは残り1分5秒でタッチダウンまで、あと5ヤードに迫った。解説のクリス・コリンズワースはこのパスキャッチを、ベートリオッツが、過去2回敗れた試合、第42回スーパーボールでのデビット・タイリー、第46回スーパーボールでのマリオ・マニンガムの、キャッチと比較した。実況のアル・マイケルズもマンデーナイトフットボールでの、 アントニオ・フリーマンのスーパーキャッチ、ヒーディド・ホワットと比較した。リンチが4ヤードを走り、残り1ヤードとなった。このプレーでは、ドンテ・ハイタワーとアキーム・エアーズの2人がタッチダウンを阻止した。ペイトリオッツは、タイムアウトを取って時計を止めず、残り26秒にスナップされたプレーで、シーホークスは、パスを選択、カースが右サイドに走って、ディフェンスバックを引きつけ、 スラントに走ったロケットへのパスでタッチダウンを狙ったが、ブランドン・ブラウナーが、スクリメージラインで、カオスを、ブロック、ロケットをマークしていたバトラーがこのプレーを読んで、インターセプト、ターンオーバー後のセレブレーションで、ペートリオッツには15ヤードの反則がコールされ、残り20秒でペートリオッツは、自陣1ヤード地点からの攻撃権を得た。ここで、ニーダウンなどでセーフティを取られると、FG で、 逆転の機会を与えてしまう状況であり、まだペイトリオッツの勝利は確定していなかった。このスナップで、マイケル・ベネットがエンクローチメントの反則を取られ5ヤードの罰対、バツシーホークスが逆転する、可能性がなくなった。次のプレイでブレーディは、ニーダウン、ブルース・アービンが激しくぶつかったため、両チームの選手が乱闘となり、グロンカウスキーに殴りかかったアービンは、 スーパーボール史上初めて退場が宣告された。アンスポーツマンライクコンダクトの反則で、自陣21ヤード地点まで前進したペートリオッツは、再びブレーディが2ダウンして28から24でペートリオッツが勝利した。この勝利でブレーディは、テリー・ブラッド賞、ジョーモンタナに続いて、史上3人目のスーパーボールを4回制覇した、q b となり、 また3度目の MVP に選ばれた。スーパーボールを制覇したチームが翌年のスーパーボールで敗れたのは第32回スーパーボールでのグリーンベイパッカーズ以来であった。10年連続でスーパーボールを連覇するチームは誕生しなかった。ブレーディはパス50回中37回成功328ヤード 4TD に INT の成績を挙げた。 パス37回成功は前年の第48回スーパーボールでペイトン・マニングが作った34回パス成功を更新するスーパーボール記録となった。また通算13本の TD パスを成功させたブレイリはモンタナの持っていた通算 TD 記録を更新した。エデルマンが9回のレシーブで109ヤード、1TD、ランで7ヤード。 3回のパントリターンで27ヤードを獲得した。ベリンも11回のレシーブで64ヤード、ランで13ヤードを獲得した。ウィルソンはパス21回中12回成功、247ヤード、2td、1int、ランでは39ヤードを獲得した。リンチはこの試合トップの102ヤードを走り、1td、レシーブでも31ヤードを獲得した。 ドラフト外の新人で、レギュラーシーズン及びプレイオフで1回もパスレシーブしたことのなかったマシューズは4回のレシーブで109ヤード、1TD を上げた。ワグナーが12タックル、1インターセプト、KJ ライトが11タックルを上げた。NFC チャンピオンシップゲームで負傷した、リチャード・シャーマンは3タックルに終わった。ペイトリオッツは、史上四チーム目のターンオーバーが多かったチームとしての、 勝利となった。2月2日、エデルマント・バトラーがカリフォルニア州のディズニーランドで行われた優勝パレードに参加した。ブレーディは MVP に選ばれた商品のゼネラルモーターズの2015年型シェビー・コロラド・バトラーにプレゼントしたいとラジオで明かした。2月6日、試合終了間際に乱闘を起こしたブルース・アービンに1万ドル、グロンカウスキー、マイケル・フーマナワウイ。 マイケル・ベネットの3人に8268ドルの罰金が NFL より課された。この試合の審判団は以下の通り、ケイティ・ペリーによるハーフタイム賞試合前のアメリカ国家独唱はイディナ・メンゼルが担当した。またジョン・レジェンドがアメリカ・ザ・ビューティフルを歌った。国家の最終泊のタイミングで50ヤードラインのスタジアム上空を飛行機が通過するフライオーバーは 空軍のアクロバットチーム、サンダーバーズ所属の F-16 が言った。ハーフタイムショーでは、ツイッターのフォロワー数6400万人以上で、ギネスブックにも認定されているケイティ・ペリーが登場し、ロアー、ダークホース、ティーンエイジ・ドリーム、カリフォルニア・ガールズ、ファイアーワークを歌った。さらに途中、レニー・クラビッツとミッシー・エリオットが、ゲスト出演した。 全米テレビ中継は NBC が放送した。実況はアルマイケルズ、解説はクリス・コリンズワースが担当した。30秒の広告枠は過去2回より50万ドル高い450万ドルで売られた。この放送は2015年5月5日に発表された第36回スポーツエミュー賞において最優秀中継特別番組賞を受賞した。全米のラジオ放送は ケビン・ハーランが実況、ブーマー・アサイアソンが解説、ジェームズ・ロフトンとマーク・マローンがサイトラインレポートを務めた。日本では NHKBS と日テレ G が生中継、ガオラが録画放送を行う。また、J-Wave が日本のラジオ局発となる生中継を行う。現地ナビゲーターを、平井里夫、現地実況を、近藤雄二、日本、ガワナビゲーターを、 別所哲也、生島敦氏が担当する。2016年2月の第50回スーパーボール開催を目前に控えた時期、複数のメディアが過去49回のスーパーボール、すべてを名勝負順に並べたランキングを発表した。そのうち、サンディエゴユニオンイコールトリビューンのエディ・ブラウンは、この第49回をスーパーボール史上最高の名勝負に選んだ。さらに ESPN のジョン・クレートン。 USA Today のネイト・デイビス、ワシントン・ポストのジェレミー・ゴッドリーブ、ニューヨーク・デイリー・ニューズのゲイリー・マイヤーズ、ニューヨーク・ポストのスティーブ・サービー、ニューズデイのニール・ベスト、ヒューストン・クロニクルのグレッグ・レイジャンの7社は、この第49回をスーパーボール史上2番目の名勝負と位置付けた。ただしその上の第1位については、意見が分かれており、デイビスと、サービーと、ベストと、 レイジャンは2007年シーズンの第42回を、クレイトンとマイヤーズは1990年シーズンの第25回を、ゴッドリーブは2008年シーズンの第43回を、それぞれスーパーボール史上最高の名勝負に推している。その他、スポーツイラストレーテッドのドンバンクスは第5位としている。シーホークスが第2ダウン残り1ヤードの残り26秒に選択した。 パスプレーについては論理を呼んだ。シーホークスはタイムアウトを一回残していた。試合解説を担当していたコリンズワースはマーショー・オン・リンチがいるのにパスプレーを選択するとは信じられない。と述べた。スポーツ・イラストレーテッドのピーター・キングもこれはスーパーボール史上最悪のプレイコールの一つだと述べた。プロフットボール電動入りしているディオン・サンダース、同じく電動入りしており、 NFL 歴代リーディングラッシャーのエミット・スミスも同様に批判した。一方、ビルビリチックやサンフランシスコ・フォーティナイナーズヘッドコーチを務め、ミシガン大学のヘッドコーチに就任したジム・ハーボー、殿堂入り q B のジョーネーマスはこのコールを擁護した。リンチはこの試合の24回のランで22回は1ヤード以上ゲインしていた。ペイトリオッツのランディフェンスが相手のランを ノーゲインやロスさせたのは NFL32 チーム中下から5番目の28位であった。その一方で第3ダウン2ヤード、第3ダウン1ヤードでペイトリオッツはリンチのランを止めており、後者はレッドゾーン内に攻め込まれてのものであった。リンチがシーズン中に敵陣1ヤード地点からランを試みたのは5回であり、そのうちタッチダウンはわずか1回であった。 過去5年に遡っても1ヤード地点からの TD の確率は45%であり10回以上1ヤード地点から走った RB39 人中30番目の確率であった。キャリアを通しての確率は36回中15回成功であった。シーホークスのダレルベベルオフェンスコーディネーターは自身がコールしたプレイであることを認め、 ロケットがもっとアグレッシブにプレイしていればと語った。ラッセル・ウィルソンはこのコールを良いコールだったと認め、インターセプトに終わったプレーを食いた。マーション・リンチも自分がボールを受け取らなかった。キャロルヘッドコーチは自分に全責任があると語り、ベベルオフェンスコーディネーターは、今後の我々にとって大切な人物であると述べた。2014年の NFL で、 自陣1ヤード地点まで攻め込まれた後のパスプレイ109回中、守備側がインターセプトしたのは、バトラーのこのプレイのみであった。プレーオフを含めた過去10年に、第2段残り1ヤードで、QB がパスを投げたのは270回で129回が、タッチダウン、インターセプトは5回のみであった。ありがとうございます。